順です。鳩山公園に来ました。で、鳩山公園のこの、あの施設の裏にこのようにビオトープありまして、それで近くには鳥ちゃん鳴き声がしてます。お水を飲みに来るかどうかわからないんですけど、ヒヨドリ、アオジ、コゲラがいました。あとその他。それで今日は、先日に引き続いてビデオ雲台を試していこうと思うんですけど、ビデオ雲台このように滑らかに動かすと。でこれにプラスしてちょっと三脚を改造して、改造というか、この重しをかけれるように、フックをつけてきました。でこれは4分の1ネジ式のフックですので、簡単に取ったりつけたりできるようにしました。まあ、今ちょっとテープで留めて見た目が悪いですけどね。で、背負ってきてるリュック、このように重りをかけることによって、ぐらつきを抑えると、このようにカメラになるべく振動を与えないようにするというのができるかなと思うんですけど、ただ肝心の鳥ちゃんが近くにいるかどうかなんですけど、ヒヨドリは鳴いてますけどね、いるのかな。ちょっとこっちの方に行っちゃったような気がするんですけど、あ、コゲラ、鳴いてますけどね、どこにいるのかさっぱりわかりません。これから探していきます。ビオトープで水が出てますけど、あれは人工で作ったもので、ここが鳥ちゃんの餌置き台ですね。これどんぐりとかがあって、なんか糞がいっぱい、ここになんか置いたら来るのかな、その辺のどんぐりとなんか。あ、ヒヨドリ、あ、違う、なんだろう、なんかちょっと大きいやつ、あ、ヒヨドリかな、ハトもいる。それでですね、ニコンのこのコンデジなんですけど、ここに鳥ちゃんのモードがあるんで、鳥ちゃんのモードにして、鳥にして、でどの距離で撮りますかっていうのをやって、まあ、ちょっと今3000になってますけど、3000にしておくと、まあ、焦点距離っていうことなんですけど、鳥ちゃんのいる距離に合わせて決定して、まああと連写になって鳥ちゃん撮影に必要な露出とかあれば、このリングで露出を、まあこんなもんですかね、リングでやって、であとは絞りとシャッタースピードはと、まあ、自動でやってもらえるというところなんですけど、さあどこにいるでしょうかね。
何枚か撮りました。それで、こちらニコンのドットサイトなんですけど、このように、両目で、このような点が出てきますので、この点に、被写体を合わせて、であとはオートフォーカス使ってある程度のところで、ある程度と言いますか、そのピントがあった状態で、シャッターを切れば撮れますので、かなり撮影の成功率が上がります。まあ、それにしても私はまだ腕がそれほど全然なんで、ちょっと使いこなすにはまだまだだなと思うんですけど、でも面白いですね。見た目はそのままもう、なんていうか、この、カメラのファインダーよりも、ファインダー越しよりも、広い視界でもって、鳥ちゃんを見ることができるので、かなり、撮影しやすいです。水辺に移動して、ルリビタキが取れましたね。
今日はあの締めとルリビタキをあのよく取ることができました。あの気温が下がってますね。だいぶ寒いです。なんかあの木の実を割って、もう一心不乱に木の実を割ろうとしてどついてますけど、割れるんでしょうか。割れるのか。鳥ちゃん、やっぱり八頭山公園はあの私みたいに初心者な感じのあの野鳥鳥の人でも結構簡単に見つけられますよ。あのザマ八頭山公園ピュって今鳴いてんの青地だと思います。さあ、今日もいろいろな鳥を見つけられましたけど、でもなんかさっきの山柄にしても、なんか以前青地にしても全然一心不乱の時って人間がいてもいなくても構わないみたいな、なんかそういうシーンがこの八頭山公園の鳥ちゃんには見受けられるというか、もうちょっと慣れてるタイプのやつもいるので、結構今この広角の単焦点レンズでももしかしたら接近して撮れるかもしれない、そんなところですね。それで、ここ、ログハウスは、ビオトープがあって、ビオトープに今日は張り付いていて、たくさん、この辺に住んでるんだと思うんですけど、見つけられましたね。ルリビタキがいたのは、ここあの大きな池のある近くの湿地エリア、ここにルリビタキ、カワセミはいませんでしたけどね。今日こことここしか行ってません。こことここしか行ってない、こう行っただけですけどね。それからザマの市役所はここです。なので、駐車場はいっぱいあるんで、好きなとこ止めてもらって、っていうとこです。駐車場利用時間はこのようになってました。ということです。これまた石組みがすごくバーッとあって、実はザマにもお城があるっていうのを私は知りましたけど、
初めてそんな座間にお城があるなんてと思ったんですけど、今そこはあのただの交差点というか完全にもう何もなしになってます。あの住宅と、交通の要所になっていて、座間城、座間城があったとは思えないですけど、一応縦看板はあるそうです。というわけで